もし、カホコです。はい、今日は何をするかっていうと、久しぶりにね、本屋さんにこの前行ってきたんですけれども、私の大好きなアリエルの本がね、売ってあったの。人間の住む。はい。リトルマーメイド30周年なんですね。30周年アニバーサリーブックということで本屋さんに売っていました。で、対象年齢が3歳以上ということでギリ大丈夫でした。はい。でね、なんと、なんでこの本を買ったかっていうと、アリエルが大好きっていうのも大きな理由なんですけれども、付録がね、すごく豪華なんです。じゃーん！アリエルきらめきリュックって書いてあるんです。でこんなに本が分厚いんだけど、これはリュックが入ってるからで、あのページ数はね結構少ないです。でも見たらね本当に面白くって、テテテンテテンテテンテンテテペンペンペペンペンペンってアリエルのねハガキが入ってるの。人魚のアリエルとドレスアップしたアリエルのねハガキが入っててすごく可愛いので、めくったらアリエルのシールもねついてるんです。すごく驚き。嬉しい。アリエル、アリエルになるのが夢なの、私の。アリエルになるのが夢なの。泳げないけど、もうね全部のページが可愛いの。これはなんかアリエルの家族構成みたいなページでした。色合いがねすごく可愛い。でディズニーシーのマーメイドラグーンの紹介のページもありました。ディズニーにはこういうアリエルのグッズが売ってますよとか、こういうものが食べれますよとか、そういうね情報も入っててとても便利ですね。で間違い探しとかもねあるし、かわいい、めっちゃかわいいねんけど、なんかこういうゲームとかもね結構あって面白いです。もう一日中遊べる、これで、この本で。そう、リュックを紹介しますね。じゃん、かわいい、めっちゃかわいいねんけど。じゃーん、見えますか。ディズニーストアに売ってても全然おかしくないぐらいのレベルです。びっくりした。そう、ここにねポケットもちゃんとついてて、ラメラメラメ、キラキラ大好き、イエーイ。それにね、このデザインというか、ピンクとか紫とかグリーンとかブルーとか、この感じの色合いがめっちゃ大好き。セバスチャンもいるし、フランダーもいるし、アリエルもいるわ。で、紐がね、ピンクで、リュックはね、緑っていう、この配色もたまらない。で、素材はこういう感じで、シャカシャカ、防水 OK みたいな感じの素材ですね。ナイロンっていうのかな？これです。でリュック自体はすごいちっちゃいんだけど、結構入ると思う。納豆とかリンゴとかバナナとか全然入る大きさです。教科書とかは入る大きさじゃないね、どう考えても。このように私でも全然背負えます、この紐を長くしたら。しかもね、これだけじゃなくって、じゃーん、アリエルのキーホルダーも入っておりました。かわいい、すごい。アリちゃん推しにはたまらないです、本当に。で、この本の気になるお値段なんですけれども、なんと、トゥルルンテン、1250円です。イエーイ！めっちゃ安い。あ、税は別に加算されますって書いてるから、1250円は税抜き価格ってことだね。で、消費税がこの前 10% に値上がり、10% になったから、まあ計算は得意じゃないからわからないけど、そういうことです。はい、ということで今日はアリエルの雑誌を紹介していきました。とてもね可愛いので、リュックもねぜひ皆さんも買ってみてもいいですし、買わなくてもいいんですけど、ぜひチェックしてみてね。はい、ぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。